ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M3、 こちらをご紹介させていただきます。車が2016年式で、走行距離が1万5000キロの車両になります。でも今回僕これご紹介するにあたって、もうすごく動画向きの車両だなと思ったんですね。そうですか。はい、はい、もうまずこのド派手なボディカラー、はいはい、なんか46時代のそうフェニックスイエローを彷彿とさせるような。そうですね、はいはい、オースティンイエローっていうんですか。オースティンイエローです、はい、ちょっとこの動画で伝わるか分かんないですけど、このなんていうんですか、濃淡とこのギラギラ感と、はい、そうですね、はい、のボディカラーと、あと今回の車外装内装いろんなオプションパーツというか、はいはい、追加パーツ、そうですね、社外品がいろいろついてるみたいなんで、はいはい、その辺もちょっと動画で詳しくご紹介させていただきたいと思います。この方から M4、M3 に分かれてると。そうですね。ただ基本的なものに関しては一緒というか、まあ、共通な感じですよね。エンジンだったりもそうですし、まあ 衣装に関しても、衣装に関しては、はい、で外観今回の車はグリルがブラックのものに交換されてたりとか、はい、割と定番ですけれどもちょっと引き締まった感じ で、ね、かっこいいですね。あとこのリップですよね。そうです。これ M3 バンパー結構独特じゃないですか、はい、形状が、特に下側がこう何ですか、こう平らじゃない、そう、あんまり他の車で見られない形状ですよ、ね、独特ですよね、それをこの 3D デザインの、はい、このカーボンのリップスポイラーでつなげてあげることによって、なんかちょっと全然顔つきが違うというか、ね、かなりシュッとしたデザインになってます、なんですか、統一感が出ます。そうですね、まとまり感が、まとまり感ですかね、はい、で結構これ出てると思いきや、はい、バンパーがこう1回ちょっとこう引っ込んだ感じなんで、このナンバーのベースで言うとそんなに出てないんですね。はい、出てないです。ただここに関してはちょっと這い出し大きいんで、ちょっと段差なんかは、はい、少し気をつけていただいた方がいいかなっていう感じですよ。はい、でも物に関しても、まあ、国産チューナー、はい、はい、3D デザインなんで、国産チューナーって言ったらですね、はい、あの日本の BMW チューナーなんで、そうですね、はい、品質もまあ間違いないじゃないですか。間違いないです。あとはこのボンネットの形状なんかがやっぱり M3 いいですよね、はい、このパワードームというべきか、そうですね、ボコッとした、うん、もうちょっととてつもないエンジンが乗っかってんだぞっていう、はいはい、そしてあとフェンダーがこれあれなんですよね、金属じゃないんですよね。金属じゃないです、この車の場合、はい、僕これ間違えたらすみません、 E90、92 の頃かな、にこのフェンダー多分それまでって金属じゃなかったかなと思うんですよね。はい、92の M3 かなんかでそのプラスチックかなんかですよ。はい、そうです。僕たまたまその92からでしたっけ、分かんない、間違えたらすいません、調べてなかったです。はい、僕がその知ったきっかけっていうのはその92 の、なんかそのぶつかってる車、たまたまその整備工場行った時に見かけて、はい、でこう普通の車だったら金属なんでぐしゃってなってるじゃないですか、はい、割れてたんですよ。あ、でびっくりして、はい、BM すごいと思って、なんか確かにこう応力かからないから、はい、別にこう金属である必要ないんですよ。そうですね。なんでこの辺の軽量化なんかが車の作りが見れて、なんかすごいなと思った記憶があるんですよ。はい、であとこの辺のダクトなんかも確か抜けてるんですよね。抜けてますよね、はいはい、結構ダミーなんかも最近デザイン性を取り入れて多いですけど、はい、まあ、しっかりこうタイヤの中のなんかエアを逃がしてあげることによってちょっと整流効果が高まるんですよ、はい、そうですね、はい、であと今回の車出ました、カーボン、はい、ミラーカバーが、ミラーカバーですね、はいはい、この独特な形が全部カーボンになっているという、はいはいはい、であと今回の車結構下がってますね、これ、はい、いい感じじゃないですか、ちょうどいい感じで、はい、ちょうど指がこう1本入る2本、1本半ぐらいですかね、はい、そんな隙間で、今回の車ダウンスプリング、そうです、 H&R のものが入って、はいはい、程よい車高になってます、はい、であとは、M3 ということでこの方カーボンルーフが標準装備に、はいはい、なってる感じです。いや、いいですね、こう、ルーフが低く見えますよね、カーボンにすると。あ、そうですね、はい、確かにこうボディ同色がここなくなるんでちょっと一段低く車が見えるという、そしてあとは、まあ、フォードアで、はい、あと僕あの以前なんだっけな、ちょっとごめんなさい、車忘れちゃったんですけど、はい、ちょっと教えてもらったんですよ、コメントで、はい、ここの形がなんかホフマイスターキンクって言って、はい、なんかホフマイスターさんがデザインしたねじれって言ったかな、なんか普通の車ってこう、ここのピラーがこうそのまま C クラスなんかまさにそうじゃないですか、はい、ここを起こしてきてるじゃないですか、はい、それがこうなることによって、はい、車が多少こう前傾というかこう前かがみっぽく見える、へー、はい、
で最近結構レクサスとかマツダなんかも真似してここをこうするらしいんですよ。あ、そうなんですか、はい、確かに。でもそうすると、はい、このピラーのこの寝てる感じとこれがこう寝てる感じでちょっとこう前傾というか、ちょっとこうスタイリングがよく見える。なるほど。これ BMW 全部そうなってるらしいです。あ、なってますね、言われるとね。8のクーペとかも、はいはい、らしいです。僕全然知らなくて。はあ。で結構他のメーカーでもなんか採用されてて、そのなるほど、サイドのデザインをこう考えるにあたって非常に重要な部分らしいですよ。まあ、そんなどうでもいい僕の話です。いやいやいや、はい、すごく、はい、参考になります。本当にこう YouTube のコメントとかでいろいろ教えていただくんで、はい、であとは車がもうすごくワイドになってるっていう、うん、はい、普通の3シリーズ比で75ミリぐらい、そうです、ですよね、うん、片側30ミリぐらい、はい、もう本当に車外というかなんかこうチューナーがやりましたっていう感じですよね。そう、だからあの特徴的です、あの M3 のリアフェンダーは特に、まあ、M なんてもうチューナーものって言ってもまあ過言じゃないのかもしれないですけど、そうですね、なんかもう本当にドイツチューナーの作り直したコンプリート感みたいな、うん、それぐらいこうグイッて出てるっていう、はい、またこの4ドアでこれをやるのがいいですよね。いいですね、はい、かっこいいです。で今回の車は前後ともスペーサーが入ってるんで、デズラもバツバツになってるという、はい、いい感じですよ。いいですね、うん、ホイールもまたこの純正のホイールかっこいいですよね。かっこいいですね、コンケーブしてて、はい、で当然ブレーキも前後とも大きいものが、はいはい、M3 入ってて、うん、はい、そして後ろ行きましょうか、はい、後ろが僕これ実車初めて見ました、うん、え、そうですか、はい、おう、これついてる車多いですか。多くはないですね。そんなに見ないですよね、はい、これ純正のオプションのそうですデルランプ、はい、まあ、僕もそのパーツリストとかでその存在自体は知ってたんですけど、はい、ついてる車実車はもう初めて見ました。あ、写真とかはまあ何回も見たことあるんですけど、はいはい、これ結構なんか新しいというか、うん、で BMW まだこういうの挑戦してきますよね。そうですね、ボディカラーがこれだから余計映えますよね。あ、確かにそれは、うん、なんかそんな感じがします。これ私も初めてこの車を見た時にすごくバランスがいいなと思いましたね。なんか普通にノーマルにさらっとしたこう車にこれをつけてしまうとなんかこうなんていうんですか、変えた感満載になっちゃうので、ちょっと白とかだとちょっとこうクリアテールつけたみたいに、そうなんですよ、なっちゃうかもしれない。そうなんですね、もう E60 のあのクリアテールが出た時びっくりしました、うん、あれもすごいですよね。びっくりしましたよね、あれ、はい、もう純正でこれつけちゃうんだみたいな。純正なのが出てるんです。なんかそのぐらいの衝撃を受けました、はい、そしてちょっとこの小ぶりなトランクスポイラーなんかもついてて、はい、うん、でまたこのバンパーがこの4本出しですよ、やっぱり、はいはい、M3 といえば、うん、そしてこの中央に寄った4本出しなんですよね。そうですね、ここからまあ大体出てくるのが定番、はい、M3 の方がちょっと中央に寄ってる感じの、うん、でこのリアディフューザーも、はいはい、あ、しっかりロゴも入ってますね。ロゴ入ってます。 3D デザインの、はい、あ、これ全部カーボン真ん中に寄っててるんですね。そうですね、なるほど、はい、結構いじってません、これ。いじってます。前後リップだけで結構しますよね、はい、でマフラーカッターもついてて、うん、はい、ただあんまりこうボディからド派手なんで他の部分でちょっとこうド派手に しすぎてないというか、かもしれないですね。割とバランス取れてる。いや、もう、はい、なんかこう全体的なバランスすごくまとまってると思います。そんな感じしますよ、ね、はい、うん、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、はい、内装に関してはそんなにこう M3 って派手じゃないですよね。そうですね、派手じゃないですね。なんか外装の特別感に比べるとちょっと内装に関してはこう渋く、はい、そうですね、決まってるというか、はいはい、そんな感じでもう黒で統一されたインテリアで、ただ BM の場合なんか人間工学に基づいてなんか全部設計されているらしいですよね、はい、なんかもう操作系だったりだとか。そうです、パネルの向きとかすべて、はい、でちょっとドアからいくと、まあ、この辺がレザーで、ちょっともう本当に真っ黒で、うん、これシルバーですかね、ステッチ自体。多分シルバーですね、BM、ね、はシルバーよく使いますよね、はい、これ、あ、そうですね、シルバーですね。ちょっとシンプルなドアになってて、こっち側に行くと内装は、うん、シートがちょっとこの M のロゴの入った、これロゴが光るんですよね。そうです、はい、今光ってますかね、光ってますね、はい、こんなシートになってて、はいはい、で結構前にもちょっとカメラマンと話したんですけど、うん、BM のいいとこってこの内装のこのレザーがなんかこうしっかりしてるじゃないですか、はい、へたりにくいというか。そうですね、ちょっとへたっても目立たないというか、はい、なんかもう全然こうしっかり感が、そう、張りがあのですよね、なんですかね、そう、結構長く続くんで、他のメーカーに比べて割とパリッとしてる期間が長いというか、うん、あのこの方、まあ、この方のあの M3、これ M3 ですけど、
よく言われたのがそのシートの M のバッジのそのああ擦れちゃうんですよね。そうとあとは それと一緒に それもそうなんですけど、あともう一つ言われるのがあの暗い。ああはい、なるほど。それ部品で出るんですよね確か。あそうなんですか。らしいです、だからカサカサになっちゃったやつは交換できるみたいですね、うん、はい、あとはもうちょっと明るくこうパッとつけば、最近のほら M5 とか M8 とかもっとかなり明るいんですよね。あそうなんですか。そうなんですよ、全然違くて明るさが、まあ、これはついてるかついてないか照明によっては分かんなくなっちゃう。よく見ないと、うん、はい、明るいと分からないと、はい、そしてダッシュボードに関してはもう本当にあんまり変わらないって言っちゃったらあれですけど、うん、そうですね、そんなに特段こうレザーになってとか、はいはい、じゃない感じで、はい、渋く決まった感じで、そうですね、通常の3シリーズとほぼほぼ共通かなという。ちょっと乗ってみたいと思います。はい、もう内装の匂いがもう BMW、 もう BMW 乗ってるなっていう内装の匂いがします。この安心の安心の、はい、BMW ですね。そしてシートはもう割とこう、はい、ホールド感もよく、うん、はい、適度なホールドで、はい、クッションは割と固めですよね。そうですね、硬いです。ただ不快な感じは特にないです。はい、そしてステアリングはこの M カラーのステッチの入った、はい、ステアリングで、はい、うん、意外と BM も詳しいカメラマン情報によると、はい、ここのカーボンが、うん、これ純正 M パフォーマンスで、こっち多分車外じゃないかなっていう、はい、これ内側と外側でちょっと別のパーツなんですよね。そうですね、はい、っていう感じです、はい、でマルチファンクションがついてて、パドルもちょっとこの、うん、ちょっと変わった形してますね、はいはい、ちょっと上がこう細くて下がない、うん、上でこうする感じの、うん、そしてメーターはもうこれぞ BMW という感じの、はいはい、配置とデザインの、うん、はい、そしてこの辺ですね、もう全部カーボンで、はい、カーボンです、はい、レーシーで高級感もありますね、はい、でそのままこっちに来ると、うん、ここもカーボンになってて、シフトもカーボンになってて、うん、この辺がM パフォーマンスの、はい、でこの辺は多分車外じゃないかなっていう。ここはそうですね、これが純正設定ないですよね、はい、だとシフトと、うん、はい、このブーツも、はいはい、M パフォーマンスの、うん、はい、でこの辺も全部カーボンになってて、はい、なんですかこう派手さこそないですけど、よく見るとこうしっかりカーボンになってて、しっかりそうなんですよ、レーシーさと高級感が、はいはい、で装備的なものでいくと、はい、この辺も全部しっかりついてて、うん、はい、であとは M3 なんでヘッドアップディスプレイが標準装備でついてたりとか、はい、であとメーターちょっとオンにしましょうか、はい、はい、こんな感じで、うん、はい、まあ、最近のなんかデジタルのに慣れちゃうとちょっと結構アナログだなって気しますけど、そうですね、なんかオーソドックスというか、ただ視認性に関してはやっぱりこれで完成形だと思います。はい、はい、そしてナビ周りは、うん、この辺は他のと共通するもの、共通です、はい、こっちか、うん、この辺のアイドラ、はい、アイドライブでしたっけ。そうです、アイドライブです。アイドライブのコマンドで、はい、まあ、一通り、うん、はい、設定、はいはい、あとはメディア関係、うん、はい、まあ、この辺は BMW 割と使いやすいですから。そうですね、はい、間違いないんじゃないでしょうか、はい、で今回の車はこんな感じで、うん、フロントカメラ、フロントカメラですね、はい、だからちょっとこう前、うん、鼻先をこう出すようなシーンとか、そう、はい、割と使えるんじゃないかなっていう。もう位置関係で言ったらだってこのフライングスパーが映ってるぐらいですからね。そうですよね、ですよね、はい、だと当然バックカメラもこんな感じで、うん、はい、ソナー付きの、はい、バックカメラもついてると、うん、はい、そしてこの辺エアコン関係に関しては、うん、シートヒーターがしっかりついてて、はい、うん、はい、でドリンクホルダーと、はいはい、蓋とかはこの普通のやつなんですか。そうですね、なるほど、うん、こんな感じです、はいはい、もう何がいいってハンドブレーキですよ。この間の M4 DTM でも言ったかもしれないですけど、はいはい、このハンドブレーキ安心の、もう引いてくださいと言わんばかりの、はいはい、でアームレストの中は、はい、こんな感じで少し小物入れと、はい、AUX USB がついてます、はいはい、うん、そしてペダルちょっと見てみましょうか。ペダルこれって M 専用ですか、はい、うん、違いますね、純正オプションだと思いますね。オプションなんですね、はい、このステンレスのカバーのついてる、はい、はい、で DCT なんでちょっとこのブレーキのちっちゃい、はいはい、感じでございます、うん、もうペダルレイアウトはもうごく自然、はいはい、最高に操作しやすそうです、うん、そして上行きましょうか、はい、上は普通にアンサラサイトの
うん、ファブリックの内装で、ね、M スポーツなんで、はいはい、BMW 系のスポーツモデルって言ったらこの内装ですよね。そうです、はい、こんな感じの内装で、うん、はい、で今回の車は、うん、レーダーがついてます、はい、ついてますね、はい、あとこれもワイドビューになってるんですね。はい、これも車外です。これは車外ですね、はいはい、ミラーレンズもちょっと変わってて、はい、僕あんまりこう、うん、なんですかワイド感が分かんないですってちょっと別の動画で言ったんですけど、うん、結構違うみたいです、うん、だ多分この分が結構見えるぐらい違うみたいです、うんね、これのワイド感が、はい、あまり変わらない、分からないって言ったんですか。言ってます。僕すごい分かります。本当ですか、はい、なんかこれ単体見比べるとだいぶ違いますよってコメントもらって、あ、そうですか、そうなんだと思って、でノーマルの写真とかも出てたんですよ、それ、はいはい、で見たんですけど、あ、結構そう言われると違うなと思って。いや全然違いますよ。だってノーマル純正だと、はい、ドライバーの人、助手席の、これだと助手席の人の顔まで見える。確かに、はい、普通はこう後ろの窓だけですよね。そうです。確かにこう改めて見ると、はい、そう言われるとかなり違うと思います。なんか大体300Rぐらいらしいですよね。うん、本当にごくわずかにこう、はい、R になってて、あ、そうなんですか。こういうのも結構買ったらしますからね。意外としますね。ついてるとありがたいんじゃないでしょうか。はい、こんなのもついてます。はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。こんな感じで割と大人の人も普通にというか、はい、さすがに超広々とは言わないですけど、うん、はい、もう全然乗れちゃう。そうですね、全然普通に乗れますよ、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、もう全然普通に乗れますね。はい、全然普通です。さすが3シリーズですよ、はいはい、もう僕ちょっと見え張ってシート後ろめにしちゃったんであれですけど、はいはい、僕175センチで、うん、天井はもう握り拳一つとは言わないですけど割とスペースは天井、しかもこれ一段こう、はい、あれなんですね、うん、上がってます。上がってるんですね、はい、うん、で全然室内のこうタイトさもないです。はい、はい、そして装備的なものとしてはエアコンの吹き出しと、はい、うん、はい、シガーと、シガーですね、はい、であとはアームレストがない代わりに、あ、ないんですね。424じゃないんですね。424じゃないです。普通にもこうアームレストも何もないんですね。何もないですね。なるほど、はい、こんな感じの室内に、ただ後ろさすがにこう、うん、なんですか、開放感というか、はい、はそんなにこう窓もちっちゃい感じじゃないし、はいはい、ちなみに、この車はローラーブラインドがついてます。あ、そうなんですね、はい、それはな前で操作、前で操作できますね、はいはい、そんなのもついてるそうです、はいはい、そしてまたここがやっぱり効いてますよね。そうですね、窓が形がね、はい、うん、だから C ピラーが細くなってるんで、はいはい、割と、うん、その辺の視界もいいっていう、うん、車によっては逆にそこをこうなっちゃうんでここの視界が悪くなっちゃったりとかっていうのもあるらしいんですよ。あ、はい、確かにね、このまま下げてくれた方がここが見えるっていう、はいはいはい、そうですね。ただこの M3 の場合、はい、だと逆にこれで見やすくなってるっていう、うんうん、だから運転席からこうちょっと死角になるとこちょうど振り返った時なんかは割と逆に見えるんじゃないかな、はい、うん、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい。BM 広いっすよ、ね、広いですね。3シリーズこのボディでこの広さですからね、うん、割と横もギリギリまで使えて、はい、でシートを倒して480リットルぐらい、うん、はい、だからもう全然ゴルフバッグとかスーツケースとか、うん、まあ、倒せば十分使えるんじゃないですか。楽々ですね。で気になるこれが、はい、なんとコックスボディダンパーが、そうなんですよ、ついてると、はい、はい、これがあのボディのこう細かい振動とか、はい、細かいこう、うん、よじれというか、はいはい、タワーバーみたいなイメージですけどちょっと違う、ちょっと違いますね、はいはい、そんな部品がヤマハのダンパーなんですよね。そうです、ヤマハのダンパーです。でその振動を取り去ることによって、うん、もう部品がそのちゃんとその設計通りの動きができるというか、はい、だから結構つけた後とつけてない時で、うん、なんかその車が結構静かになったというふうに感じる。結局部品が鳴らなくなるんで、うん、静かになるっていうのをまず体感される方が多いみたいです。なるほど、はい、あと走りなんかも結構違うみたいです。そうですね、はい、うん、まあ、結構見た目がこれなんで、はい、本当に効くのって結構言われるんですけど、まあ、ヤマハのダンパーですし、はいはい、物もかなりしっかりしてるんでもうぜひこれは、うん、あの乗っていただきたい。そうですね、はい、パーツがついてます、うん、であとはこの下にも、はい、
はい、少しだけ収納というかパンク修理キットと、うん、はい、ファーストエイドキットが、はいはい、入ってますね。入ってます、はい。じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。はい、もうボンネットがこの車の一番のメインといっても過言ではない。過言ではないですね、はい、お帰りなさい直六って感じなんですか。はい、はい、3リッター、はい、いいですね、はい、馬力の方が461馬力かな、うん、431馬力ですよね、ごめんなさい、はい、馬力の方が431馬力馬力が 56.1キロ、はい、はい、で結構なんか前の V8 が好み分かれたんですか。え、 V8 なんですか。が好み分かれたんですか。結構好み分かれましたね、はい、分かれました。これは新しいっていう人と、はい、やっぱりこう M3 は直六じゃなきゃっていう人と、う、ね、M3 はというか、まあ、BM は直六じゃなきゃ、 BM はそうですね直列っていうイメージですよね、はい、で結果返ってきたと。そうですねでまたこのターバーなんかも、はい、これ純正ですよね。そうです。これすごいですよね。ちゃんとこの左右とこの前との合成もしっかりとってる感じなんですね、うん、はい、続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。結構これ DC ってあれですね、うん、グワンってこうなりますね、はい、BM は特にね。わ、シートヒーター快適、うん、気持ちいい。もう寒いっすよね今日。今日めちゃめちゃ寒いです。寒いっすよね、うん、ちょっと素人レビューを、はいはい、レビューはちょっと素人なんで、はいなんかでも先代から、はい、あのトルクがものすごく太くなってるんですよね。ああ、そうなんですか、はいはい、先代が400ニュートンぐらいが、はい、これで500オーバーらしいですよ。そうなの、はあ、そうなの。事故ないね。大丈夫ですか。すいません。ステアリングはこれ今スポーツクラスだから余計めっちゃ重たいです。はい、ちょっと標準の方から、はい、行きましょう。試してみましょう。ああ、そうですね、そうですね。いやでも、うんうん、普通のでも割と重たいです、うん、そうですね、はい、高速でこうスピード出して安定するんだろうなって感じですよね、うん、でも BM の3シリーズって、はい、基本昔のタイプからステアリングって重めでしたよね。ですよね、はい、ステアリングの機構上っていうのもあるし、わざとそういう味を出してるっていうのもあるし。だからミニも基本 BM じゃないですか。そうですね、ミニも結構やりましょう。あ、ステアリング重たいって。そうですよね、はい、レーダーもついてて、はい、はい、アイドリングストップいりますかね、この車。いらないと思いますマクラーレンといい、はいはい、え、マクラーレンびっくりじゃないですか。びっくりです、はい、いやいいですけど、せめてなんかこう、うん、メモリーしといてできるようにしといてもらいたいですよね。そう、うん、もうとにかくこうオフスタートじゃないですか。オフっていうかアイドリングスタート、オンスタートじゃないですか、うん、デフォルトがね、はい、オフにしてほしいです。そうですね、ない状態で、ね、うわー、ETC 入ってますか。はい、
出ます。出ました、はい、OK って出てないけど多分大丈夫ですね、はい、うわすこれでもちょっと、うん、なんだろうなんだろう先日のこの DTM チャンピオンエディションほどじゃないですけど、はい、同じやっぱり、うん、匂いというか、はい、雰囲気を感じます。雰囲気がね、はいはい、あれは本当に逆にこれを乗った後にあれを乗ればすぐ乗り比べれば、そうっすね、そのあのガチガチ感というんですか、そうっすね、ボディの硬さっていうんですかね、はい、それがすげえわかるんですけど、結構マイルド、でもマイルドって言っても普通の3シリーズに比べたらもう全然違います。超スパルタンですね、はい、車が違うって感じですね。なんか車硬いからですかね、なんかこう、うん、車重以上になんかすごくガッチリしてる感じがするんですけど、はい、あそこも知らないですよね。うん、サスもあのダウンサスになってるんで若干フィーリングが違うかもしれないです、はい、ストローク量変わってるんで。ステアリングはやっぱり重い分少し安定しますね、やっぱりスピード出すと。いい感じですか。いい感じです。ただこれは好み分かれると思います。あ、はい、結構重いんで、うんうん、ただペダルとか他の部分に関しては、うん、もう本当に自然というか、はい、もうだいたい3シリーズがめちゃめちゃ運転しやすいじゃないですか。そうですね、確かに。その延長線上なんで、うん、でまあリアのフェンダーがまあまあいいですね。まあいい感じです。これ自分が普通の車じゃない車に乗ってるってこう認識させられますよね。はい、こう横を向いた瞬間にこのミラーの形とミラーの中に映るものが、そうです。これなんかでも外で見るより出てるように見えますね。見えますよ。なんか乗ってるとなんか本当まさにそうで、なんかチューニングカー乗ってるみたいな感じですね。これすごいな、はい、ちょっとじゃあ400馬力オーバーを、はい、うわいい音してますねこれ、はい、直六サウンドが、そうです、はい、モードを変えて、うん、はい、うわこれは何ですか。これはいいっすよ。いいの、はい、これ豹変しますね、はい、いいですね。なんだろう、そしてなんかこう本当にさっきの、前回の DTM と比べるのもあれなんですけど、はい、僕みたいな素人が乗っても、うん、ちょっとこう危うさというか、うん、ないっすねこっちは。ないですよね。ないです、はい、やっぱりこう、まあ、BM っていうメーカーはすごいんでしょうけど、DTM のエディション乗った時って、はい、ちょっとやばいなと思いますよね。思います、はい、これなんかちゃんと後ろこう蹴っ飛ばされてる感覚あるんですけど、はい、なんかちゃんと守られてる感というか、とっちらかっちゃう感じないですね、うん。あっちはあの M4 はなんかとんでもないことが起きそうだもんね。ちょっと乗りこなせないとあれはもうすごいよね。多分乗りこなした時最高に楽しいんでしょうけど。だと思いますね。いいな、うん。でもやっぱりこう高速道路とか市街地とか、はい、まあ、はい、全般的に普段乗りって考えるとやっぱりすごく M3 あのこのセダンボディっていい車ですね。そうですね。はい。結構だからドア4枚じゃないとダメっていう人も多いじゃないですか、はい、そうですね、スポーツモデルでも、はい、まあ、スタイリング的には、うん、まあ、絶対的にクーベなんでしょうけど、うん、やっぱり後ろの利便性がやっぱりなくなっちゃうじゃないですか、うん、でも私もそのお客様と話してて言われるのはやっぱりこの形になって4ドアありってみんな言うんですよね。全然かっこいい。確かにかっこいいですよね、はい、うん、このブリブリしたフェンダーといい、はい、これもう本当に何回も言いますけど、はい、4ドアでこのフェンダーですからね。そうですよ、本当ですよ。こうまいこと処理しましたよ。いや本当ですよね、リアドアのところを。本当です本当です。もう僕あの大好物なんでこういうフェンダー。うわーこれ気持ちいい。普通にカーブ曲がっただけで気持ちいい、うん。なんか社外の足回りとかもあまりこう出てない
設定されてないみたいな話あるじゃないですか、はい、そりゃそうですよね。ノーマルがここまである意味究極というか良くなってしまったら、ちょっと波台底のものじゃ、そうなんですよ、チューンアップじゃなくてチューンダウンになっちゃいます、なっちゃいます、はい、なんでその辺もちょっと難しいところなんでしょうね、アフターパーツを出すにあたっては。これどこれいいんですか、どっち行くんですか、これ道まっすぐですね、はい、C1 っていうのをずっと回ってください。了解です。これなんかもう本当に完成されてますね、うん、完璧な車なんですよやっぱり。あら、はい、土大丈夫、白いものがチラチラしてきたけど、え、マジですか、今そんな天気ですね、はい、本当だ、うん、本当だ、はい、いやちょっとこれはもうちょっと乗りたいです、乗りたいよねなんか乗ってたいよねこういう車ってね、はい、うん、すごいわかる、これいいな、うん、楽しいもん、楽しいっすね、うん、いやもう全然ノーマルの M3 でも僕のこのスキルから持て余してるんですけど、うん、それでもなんかちょっとこれはちょっと挑戦してみたいなと思いますね、うん、あもう無理無理全然無理みたいな感じじゃなくて、うん、あこれだったらちょっと乗りこなして、うん、乗りこなせるようにちょっと所有してみたいなと思います、うん、はい、そしてこれだったらワンチャンもしかしたらかみさんに4枚ドアだって言えばちょっとセダン買っていいっつっていけるかもしれないですね、いけるよ、はい、ありがとうございます、いやちょっと考えます、でも、はい、もう残ると思うんですよ僕この辺も、うん、絶対評価されると思うんですよね、そうだね、はあ、うん、これしかも DCT この下道あれですけど、うん、高速乗ると全然違いますね、そうなんです、豹変しますね、豹変します、高速あと高回転はものすごくいいです、気持ちいいですね、ちょっと低速の本当にストップアンドゴーはちょっと苦手かもしれないですけど、うん、新幹線の移動上ジャンクション号です、工事の情報です、あら、ブレーキも効く、これブレーキじゃないか、めっちゃ降ってますよ、ひりかさん大丈夫ですか、これ大丈夫です、BM 素人みたいなことしちゃいましたでほらはい、プッチ土方のコンビはこう、はい、雪なんでしょうがないんですよ前回は天気悪かったですもんね、そうなんですよ、これめちゃめちゃ気持ちいいですよ、本当に流すだけで、うん、いや音がいいな、ちょっとこれ伝わらないかな、エンジンの音、ちょっとじゃあ回転高めで、あいいですね、これ最高じゃないですか、これがいいですね、これ本当にいいですね、なんか最近 V8 とかばっかりこう、うん、ちょっと聞く機会多かったんで、そう、はい、このメカニカル的なチューニングされた直力 ね、直力いいですね、いいですね、いいな、いやこの直力だ、もうはい参りました BM さんって感じです、はい、やられました、乾いた音してますよね、しますね、なんかポルシェみたいな、はい、なんかもう水平対向と直力全然違うんですけど、うん、効率よく回ってますよっていう、そうですね、これですよ、これあいいですね、いいな、確かにちょっとこう最近の車でに比べるとこう装備に関してはちょっと少なめかもしれないですけど、うん、ブラインドとか、うん、はん、サラウンドビューとか、うん、ただそれをなくても、うん、はん、もう全然納得できるというか、はい、はでもこれはブラインドスポット、あブラインドあれがついてますよ、これブラインドついてるんですか、ついてますよ、
え、どこについてるんですか。ドアミラーの。本当だ、ついてるんですね、これ。三角がピコってつきますから。あ、そうなんですね。そうなんですよ。え、これって結構じゃああれですか、しないと反応しない感じですか。そうですね。ワーゲンなんか一年中光ってるじゃないですか。あ、そんな感じがありますね。これ結構メーカーによって出るタイミング違いますよね、うん、この間フライングスパーでびっくりしたのが、うん、フライングスパーってじわーって光るんですよ。あ、パッて光るんじゃないんだ。そう、だ距離感が分かるんですよ、それカメラマンに言われて、はあ、確かにそうだと思って、はあ、で BM これ光らないじゃないですか、これ今、はいはい、だからウインカー出したりすると光るんですかね。いやいやいや、もっと近づくと光るってことですか。多分そうだと思います。多分これあれじゃないですかね、ぬだから条件があるの。いやでもこれついてまして、普通に結構だからブラインド一つとってもメーカーで全然作り方とか考え方違うなと思って、うんうんうん、確かに。だから撮影で乗ってるワーゲンなんかもう一年中光ってるんですよ、うん、そんなにそうですよ。だから普通にこう幹線道路とか走ってて隣の車でトンポンパカって光ってます、分かりやすくていいんですけど、なんか行けるタイミングでも光ってるんで、もうちょっとうんって感じがたまにあります。それこの間フライングスパー撮影でこう見てて、うん、あれじわって光るんですよ、マジかと。多分これ BM ってあの後ろからこう何ていうんですか、来た時とかってことですか。そうかもしれないですね。結構メーカーによって違うっていう、うん、これちょっといいっすね、うん、おー、いいっすね、はあ、この変速ショックが、うん、はい、パドルしか操作してないんですけど、うん、すげー上手くなったと錯覚しちゃいますどうなんですかね、これ変速チョックある方がいいんですかね、ない方がいいんですかね。どうか、あの、あったらあったら楽しいなって感じがしますけど、確かに僕も今それを感じてしまいました。入ってる感があるんで、はい、ポルシェみたいな、あの、どこにいつシフトチェンジしたのか、うん、音聞いてないと分かんないのも、うん、いいなと思ったんですけど、今ちょっと適度な変速ショックも、はい、確かにちょっと楽しみながら走ってる感じありますよ。なんかこうクラッチ操作してる的な、はいはいはい、感覚っていうんですかね。いいっすね。あとこのボンネットですよ、なんといっても、うん、この盛り上がってるボンネット。そうですね、はい、視界がいいかって言ったらちょっとこのせいで、はい、若干前はこう視界塞がれちゃってますけど、うん、はい、やっぱりちょっとなんかこういうハイパーモデルってそういう演出も必要じゃないですか。最近ダミー、あのダクトなんかもダミー多いじゃないですか、うん、で意味ないとか、そうですね、見た目だけとかっていう人もいますけど、うん、これずっとぐるぐる回ってたいっすそう思うよね、ハンドル握ってるとさ、はい、やっぱり乗ってたいなと思う、ね、このハンドルの重さが絶妙ですね、うんうん、で助手席乗っててもこう不快な感じしないからすごくいいです。これでも本当に家族乗せられますね。あ、全然乗せられます。普通にファミリーユースで使っていただける車ですよ、うん、あれ、なんかあれじゃない、土この辺でなんか小ネタが出るのかな、出ないの。なんすか、小ネタ。小ネタ出ないです、今見たんですけど。 BM うんちく、あ、出ないの、はい、あ、そう、小ネタありますよ。お、ひりかさん知ってます、この車。うん、M3 のこの前期の 前期って言ったらあれですけど、はい、前期で生産最初の方、うんうんうん、17年10月だか11月まではカーボンのプロペラシャフトらしいですよ、うん、はあ、はい、それ以降はそれ廃止になっちゃったらしいです。あ、そうなんですか、はい、結構それでかくないですか。でかいですね。なんで廃止になったの。いや、なんかパー、なんかを、うん、安全装備とか環境装備なんかなんかをつけるためにそれが使えなくなっちゃって普通のスチールのあれになったらしいですよ、うん、あらー、ごめんなさい、詳しくはちょっと僕は分からなかったんですけど、残念。だ、僕的にはその、はい、カーボンプロペラシャフトとスチールのプロペラシャフトどんだけ走りが違うか分かんないし、はい、多分乗り比べても僕分かんないと思うんですよ、はい、ただこう精神衛生上というか、はいはい、やっぱりちょっとそこは、いやー、そうだったんだらしいですよ。それ書いてあるの見て、へえと思って。カーボンのドライブシャフト？あ、違う、プロペラシャフト。あ、レーシングスペックだわ、それ。本気で作ってんだなと思って。うん、あのアルファロメオのクアドリフォリオもカーボンのプロペラシャフトなんですよね。うん、あ、本当。へえ。
結局ああいう回るものというか動くものが軽くえば軽いほどその運動性能というか効率が良くなるって、ね、うん確かに。だ結局カーボンのだってブレーキもそうですよね、うん、真似した重量がすごく、そうですね、うん、でこれも設定あるんですよね、カーボンのブレーキあります。これ純正スチールローターが380パイでしたっけ確か、はい、でカーボンになると400パイになって、はい、その分軽くなってっていう、うん、ちょっとでもブレーキの違いをちょっと乗り比べてみたいですよね、うん、そうだね、どんだけその足が軽くなるのか、うん、でもやっぱりこうフェラーリとかもそうですけど、うん、ある意味こう BMW の車自動車のメーカーとして、はい、会社としてってやっぱりこうモータースポーツとは切っても切れないメーカーじゃないですか。だからその、まあ、さっきちょっとツッチーと雑談してる時に出ましたけど E30M3 から始まって、はい、いろんなこう歴史というかね、いろんなものがあってメーカーとしてやっぱりこう少しでも軽く少しでも空力よく、でもやっぱりこうメーカーとして 万人受けするって言い方じゃないんです、意味じゃないんですけど、一般どうでもちゃんと使えるっていう、そうですね、はい、まあ分かりやすく言ってしまえば DTM のベースとして、はい、ツーリングカーのねレースのベースとしてこう車を作り込んできてもいるので、アルファロメオもそうですけど、やっぱり BM ってそういうところもすごいな、で軽量化、補強を必要としない強化素材を入れながら軽量化するっていう考えって、昔から BM って、まあ、ポルシェもしっかりですけど、そうドイツのメーカーとかって結構みんな考えてたりしますよね、特にそのポルシェ BM はっていう僕の勝手なイメージなんですけど、特に M モデルは昔から人知れず地味にカーボンパーツを使ってたりするんで、カーボンコアなんかまさにそうですよね。そうです、うんうん、だバラしてみるってなかなかできないですけど、まあ僕らこういう業界に生きてるんで見る機会がねあったりするんで、一般の方に比べると、あこんなとここうなってるんだなっていうのは、いやメーカーって考えてんだなとか、フェンダーなんかまさにそうですよね。はい、36M3 後期 E-M3C っていう型ですけど、はい、1996年から後期になったんですけど、その発売当初はボディがアルミ、あボディじゃなくてあのドア両ドアがアルミだって、はい、はい、まあビビたるもんなんですけど、はい、そういうところが多分メーカーとしての挑戦だったりとか、でも97年からは通常のスチールに戻ったっていう話なんですよね、はい、そのいろんな理由があるんでしょうけど、もう普通の人じゃ全然わからないようなところも、そうなんですよ、こだわってものを作って、そうですね、いろいろ試行錯誤を重ねて、もうグラムレベルで軽量化して、はい、それの集大成でで50キロ60キロ軽量化してっていう、ものすごいこう企業努力というかやってるんだなと思いますね。ああと肘川さんあれ見ました？何すか？M5CS。え？えって思うじゃないですか。うん、出るんですよ。あ出たんかな？そうでしょ。ちょっと帰ったら調べてください。それ来る途中カメラマンとその話をしてました。はい、やばいっすよ。頭おかしくないですか？おかしいです。M5 の CS？ はい。M5 でやるんだと思って。しかも名前だけじゃないんですよ。本気なの。はい。本気です。あのクラスであの何ですか？作りの車をやっちゃうんですよ。やべえの来るなと思って。内装とかもすっごいんですよ。本当ですか？リアシートもなんかセミバケみたいになってて。これ完全頭おかしいなと思って。あじゃあ僕からだとダメなんで、ツッチーからちょっと。はい、社長に一台デモカーでお願いしてもらっていいですか？いやいやいや、でも本当にあれ買えないと思いますよ、多分抽選とかになると思いますよ、多分。そうだよね。多分マジかと思って。ああ乗りてー。衝撃受けました。帰ったらちょっと調べてください。はい。M5CS。はい。
だからなんか最近ちょっとこう BM 元気ないなってこう、うんうん、はい、僕勝手に思ってたんですけど、はい、いや気のせいだったと思って。ちゃんとやることやってるんですね。こう結構チューナーのシュニッツァーもこうもう撤退というか、はい、もう会社自体 の, その開発はもうやめちゃったんですよね確かに、うん、レースターセント、うん、ブランドだけ行くの頃かな、なんかそんなこと言ってましたけど、うん、結構だから BM の他のチューナーなんかも結構元気が今なくて、うん、でも難しいですよね、そのチューニングメーカーというかアフターのメーカーというかチューニング屋さんって今メーカーがそのスポーツ部門を持っててデザインもしっかりだし、ね、コンプリとかのようなチューニングを施したスポーツモデル出してきたりとかっていうのがあるから、純正オプションでかっこよかったりしますしね。そうなんですよ、なかなか難しいですよね、はい、だから僕らね、仕事としてやっててもなかなか昔に比べてみるとやっぱりこうエアロパーツ一式ぐるっと巻く人もそうですね、ちょっとだいぶ少なくなっちゃったじゃないですか、はい、この車もそうですけどリップだけ入れるとすごく違いが出せちゃったりっていうのもあるしかっこよくなっちゃうし、そうそう、でもシュニッツァーがそうなっちゃうの寂しいな、一時代気づいたチューナーですからね、はい、だからもう本体の BMW の方もちょっと元気ないのかなと思ったら全然そんなことはなくて、うんうん、バリバリのやる気の車を作ってきたっていう逆にこのタイミングで出すからインパクトがあっていいんじゃない。いやびっくりですね、びっくりしましたもん、うん、僕、うん、と思って。時代は違う方に進もうとしてるのに。そうですね、はい、あえてこのタイミング。でもいろんなこう挑戦的なことをやるメーカーじゃないですか、うんうん、なんか僕勝手にそう思ってるんですけど、うん、いやそうだと思いますね。 i8 とかもそうだし。そうですね、はあ、うん、でも i8 だって i3 だってメーカーとして の, その技術力とかその開発能力がなかったらあんなもんできないですからね。いや本当ですよね、はい、なんか使い古されたセリフかもしれないですけど、はい、ちょっと早かったかなみたいな。ああ i8 確かにそれありますね、うん、i3 もはい、だからこのタイミングでバンと出したら、はい、やっぱり BM 来たなみたいな感じになるのかな。確かに、だから当時はえ BM そんなの出すのみたいな感じで、はい、逆になんかちょっとどうなんだろうって感じでしたけど、ちょっと体感とぶつけてくるじゃないけど、そう、はい、ちょっと早すぎた感ありますよね。ありますね、うん、確かに。でもまあハイブリッドモデル、はい、あのなんだハイブリッド PHEV か、はい、あの充電でも家庭で充電もできるし走りながらの充電もできるタイプっていうのは BMW はもう全てのモデルで今ラインナップしてますからね、その辺は多分積極的なんだなと思いますね。あとそこがいつこうスポーツモデルに絡んでくるかですよね。そうなんですよ、はい、気になりますよね。気になる、すごく。うわ、このスポーツモデルで気持ちよく走っててこの一般道に降りた時のこのギャップ、はい、いかんっつって。そうですね、はいはい、これちゃんと降りたら普通のコンフォートにしないと、はい、はい、なんか話全然違うんですけど、はい、このなんとなくハイブリッドだとか、はい、これからのっていう話の、まあ、つながりというか、はい、ちょっと話内容変わっちゃいますけど、僕乗った時ないんですけど、はい、ものすごい興味が昔からあってたまたま乗った時ないんですけど、はい、740E に乗ってみたい。え、740E って何ですか、はい、2000cc のハイブリッド、7シリーズのボディ 2000cc、それどうなんですかね、ね、はい、って思うでしょ、はあ、気になりますね、はい、なんか単純に車好きとしてどうなんだろうっていう興味で。確かに気になります、ね、なんか一回乗ってみたいなってずっと思ってるんですけど、乗るチャンスがなくて乗れてないんですよ。それはこれそれ車も少なくないですか。少ない、あ、意外とありますね、意外とあるんですけど、740っていうから3リッターの EV かなと思ったんですけどね、はい、3リッタープラス EV かな、2リッターなんですよ、2リッターなんですよ、それが。アウディのね、A8 でもありましたけど、
楽しみだな、乗ってみたいな。そして結論、これはもう完成形です。どう、完璧？完璧です、これは。あ、いいですね。いや、そんなに歴代モデル全部なんか乗り比べたわけじゃないですけど、うん、僕初めて乗った M3 が 46M3 なんですよ。あ、36なの乗ったことない、はい、46の M3 に乗った時びっくりして、はい、なんだこれはと思って、もうなんか普通の車を動かす感覚じゃないんですよね、うん、とにかく箱感がすごい、うん、びっくりして、あと SMG のこのギクシャク感にびっくりして、あれはすごかったね、はい、マジかこれと思って、うん、でバーって踏んでいくとすげえんすよ。そうですね、はい、46M3 は出た時にすごくいろいろ言われたんですよ、はい、やっぱりこうボディがすごく大きくなったとか、はい、なんかこう剛性が悪くなったとかって言われたんですけど、僕乗った時に大きくなってるのは当然しょうがないんですけど、剛性が悪いとかエンジンが悪いとかは全然思わなかったですね。だからズッチが言うようにちょっと SMG がはいはい、ちょっとなっていう感じでしたね。本当に乗った時びっくりしたんですね、うん。でもちょっと今日この車に乗って、なんかその時の感動をちょっと少し思い出しました、うん、この箱感とこの重たいステアリングと、うん、はい、この回した時の気持ちよさ、はい、はい、ふぅーって車っすよね、うん、なんか 30M3 に久しぶりに乗りたいです。ちょっとでもそう言われると僕乗ってみたいです、うん、はい、乗った時ないんだもんね。ないです。そんなにその36と30の変化がその何ですか、大きいんであれば、逆に30がどんだけこう何ていうんですか、はい、ちょっと今の技術からかけ離れたものなのか、はいはい、多分ね、あの乗った時のない人が今更乗ると、はい、いろんなことにびっくりすると思います。はい、ちょっと乗ってみたいな。ポルシェと同じように何かこう、うん、どういうのをたどってきてここにたどり着いてるのか知りたくなります、ね、あの坂登りたくなっちゃうよね。なりますね、うん、で車の紹介は以上になりますけれども、はい、ボンドカーズ名古屋、うんうん、買取絶賛強化中でございます、はいはい、まだまだ強化中です。まだまだ強化中です、はいはい、ぜひお問い合わせください。で今回ご紹介させていただいたお車の詳細は動画の説明欄にもありますのでぜひご確認ください。ボンドチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。